さあ本日のゲストコーナーに参りましょうか。はい、ね、素敵なゲストをお迎えしています。この方です。どうぞ。秋岡修二です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鮮やかで鮮やかでちょっとバーコードみたいな。あのバーコードおしゃれですよね。スーパーの時に撮るとピッて言いそうな感じです。おしゃれ、ね、すごくおしゃれです。ね、ありがとうございます。ちょっと今度貸してくださいよ。あ、こんなんでよければ、はい、いくらでも来てください。黒好きなんですか？好きですね。どちらかというとはっきりした色が、はっきりした色が、はい、好きですね。着物もそうです。あのね、僕自分で着物を選ぶと黒っぽい色ばっかりになるんですよ。それで、今回ちょっと全然違う雰囲気の曲なんで、着物も明るくしようと思って、ちょっとブルーの着物にしてみたりとかね、いろんなことしてますけど。でもほとんど着物ですよね。そうですね。本当たまに、あの昔、僕が、10周年の時に1回スーツで歌ってるんですね。クロアゲハっていう曲なんですけども、クロアゲハね、はい、うん、でこれをスーツで歌ったら、はいはい、結構あのいろんな方から、うんうん、着物忘れたのとかいろんなこと言われまして、イメージがやっぱりそうなんですね、はい、もうね、あの一番言われたのが、うん、地方の、うん、そのまああの、はい、なんていうんですか、あのチケット売ってくださる業者さん、はいはいはい、うん、秋岡さんのチケット売るのに、はい、スーツのポスターではチケット売れないので、うん、着物のポスターをくださいって、もう地方のいろんな業者さんから電話かかってきて、改めてあのポスターを、着物のポスターを取り直したっていう、そんな経緯があって、やっぱり俺は着物だなって、それから思って大先輩のほら北島さんが、ね、はい、テレビでね、一緒になって、はい、話してたじゃないですか、あ、面白い話だなと思って、もともと着物からスーツになったきっかけは、うん、あの北島先生が、はい、修二お前まだ若いんだから、その当時20代ですからね、うん、あのたまには、たまにはね、スーツ着て歌う歌も作ってもらえっていう話で、うん、それでスーツを買いに行って、はい、うん、ね、それであのスーツ買いに行って、うん、まあ着てて、うん、で北島先生にね、うん、あのスーツ着て言われた通りちゃんと歌ってるよっての報告しなきゃいけないと思って、で楽屋にこう、うん、失礼しますって、秋岡です、僕あの今日今スーツ歌ってますって言ったら、うん、お前ねやっぱり着物がいいよって言われました。あれはおかしかった、ね、もうひっくり返りそうになりましたけどね。あのトークは面白かったじゃん。でもね、あの北島先生も、あの秋岡修二は着物だって俺は思ってたんだけども、その着物しか着こなせないようなタレントになっちゃいけないから、あ、なるほどね、それでスーツも経験してくださいって、そういう意味で俺は言ったんだよって最後に、あの言ってくださってましたけど、ね、はい、ありがたいなと思ってます。ね、それはね、はい、まあね、いろんなね、修ちゃんはね、はい、習い事をしてるんですよね。習い事。気が、あのね、うん、これ親父の影響なんですよ。で私の親父ってあの漫才師、ダブルヤングの平川幸雄って言うんですが、はい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 、漫才師なのにうちの親父も、うん、タップダンスをやってみたり、いろんなことは芸に取り入れようってやってたんですよ。それで僕も親父の影響を受けて、まあ、タップダンスやってみたり、で母が踊ってたんで日本舞踊を習ってみたり、はいはい、いろんなことをやらせていただいて、まあとりあえずは日舞は着物が一人で、着付け代かからないでパッパッと着れちゃうっていうのは役に立ってますけどね。太鼓までやられた。あ、和太鼓は結構一時はまりましたね、はい、でもあんまり才能がなかったです。やっぱり嫌な習い事ってあったの？嫌なのはね、あのね、いや太鼓はそうでもないんですけども、うん、あの僕はねピアノとかエレクトーンとかその習ったんですけども、かっこいいな。ちょっと無理でしたね。そうですか、はい、あの右手と左手が違うのはもう分かんなくなっちゃう。そうですよね。それに足がペダルがついてきたらもう頭こんなみたいなね。あれは途中でちょっと断念しましたね。ピアノ弾けたらいいよね。やります？ピアノ。私も断念しました。断念しましたね、はい、難しくてやったことないです、ね、ちょっと難しいです、ね、ないですよね。先にちょっと三味線でもやろうかなと思った。かっこいいですよね。津軽三味線似合いますよね。すごい。ちょっと遅いんですけど、いやいや挑戦してみようかなと。今度聞かせてください。いや、聞かせてください。教えてください。だから僕、楽器苦手かもしれないですね。楽器は苦手ですね。どうですか？今、だからスポーツにハマってます。スポーツ、いいですね。テニス、今ハマってますから。公式テニス。かっこいいね。テニス。いいでしょ？今ちょっと ブームですからね、錦織も大阪のほうがガーッと来て、うちのスクールもちびっこがいっぱい入ってきて、おじちゃんかっこいいとか言われながらやってますから、ちびっこいいな、テニスな。ストレス解消になるんですよ。うん、もうやってる時はテニスのことしか考えてなくて、ボールを追いかけてる、であっという間に2時間3時間経っちゃうんですよ、だからね結構な運動量になりますし、ずっと走ってるわけです。ほとんど走ってますよ ね、 すごい運動量としてはすごいよね。そうだからあれをジム行って3時間走ろうと思ったらもうすごく苦痛じゃないですか、だけどテニスだとあっという間に3時間経っちゃうんですよ、で運動量すごいし楽しいし、ストレス解消になるし、友達はできるし、いいで、ね、あ、なるほどね、いいですね、みたいな感じですかね、
頑張っていただいてね、歌以外にね、うん、はい、ということで、はい、新曲をちょっと来週いきましょうか、はい、今回ね夜の雨という、はい、ね、で、うん、さっきちょっとスーツ着て歌ったっていう、はいはい、クロアゲハっていう曲、ね、クロアゲハ、あれそれがよかったよね、もう、うん、西暦で言うと2000年の曲で、ずいぶん前なんですけども、はいはい、この曲はその当時はスーツで歌って、はい、ちょっと毛色が違う曲で、はい、なんであくかさんそんな曲歌ってんのって言われたんですけども、まあ5年10年15年と経つごとに、はいはい、だんだんリクエストとか、あと、もう10年以上経ってから CD くださいって、うん、ありませんかって問い合わせが結構来るようになった、そういう歌ありますよ、うん、それで昔歌っててね、ところがね、その時代の CD って、ほら8センチ CD っていうんですか、うん、ちっちゃいやつ、はいはい、まあ、あれはもう製造してないんで、うん、くださいって言われてもなかったんで、うんうん、で前作の夢落ち葉のカップリングに付けさせてもらって、はいはいはい、でこありますよっていうことで、うんうん、まあお話してたんですけども、はい、そしたら、結構反響がありましてね、はい、夢落ち葉のキャンペーンしてるのに、うん、即売したら黒揚げ派くださいってお客さんが来てくださって裏に入ってますからねでそんなことを岡千秋先生、うん、私師匠と黒揚げ派も岡先生、うん、今回の菊間岡先生、はい、でお話してたら、やっぱり黒揚げ派みたいな曲今ないから、うん、もう一作そういう曲やろうよ作ろうよって話になってできたのが、今回の夜の雨という曲なんで、ちょっとド演歌じゃない、うん、ハバネロ調っていうね、はいはいはい、ちょっとなリズム刻んだような、はいはいはい、そんな楽曲になってるんですけどね、なんか渋い男っていうか、はい、哀愁感のある男をね、かっこいい歌だよねこれ、ありがとうございます、うん、で、まあクラゲハの頃はまだ若かったんで、一生懸命なんかそういう男を演じてたみたいなのがあるんですけど、今なんか自然にその、まあ、男を演じられるかなみたいな、だんだん年齢になってきますよね、そうですね、PV 見たんですけど、いいよね、ありがとうございます、やっぱ演技力がやっぱり抜群だから、演技力ないんですけどね、寒かったんですよ、あれ寒かった、隅田川の川のところでね、ちょうどその日がね、うん、寒波が来てて、うん、1度とか0度とかっていう日だったんですよで夜の雨だから、夜だから夜撮影だっつう話になって寒い中撮影した覚えがありますね、哀愁感が出てますよ、ありがとうございます、はい、凍えてましたなんかあれですか、イベントとかいいですか、なんか ね、僕はだから写真も趣味で、はい、いろんなところを写真撮ったりとかして、はい、ブログやホームページ、あとフェイスブック、インスタグラム上げてますんで、そこにスケジュールも、僕は何やってるかもいろんなことが載ってますんで、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います、はい、はい、ということでね、夜の雨、はい、本当に素晴らしい楽曲なんでね、ぜひ大きな人に、していただきたいと思います、ね、はい、頑張ります、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ秋岡修二さん、曲紹介をお願いします、はい、ではそんな新曲です、夜の雨、どうぞよろしくお願いします。